こんにちは、平田フットボールクラブでございます。さあこの時間はですね J2 の第34節、だいぶ残り試合数も減ってきておりますが、そしてまあ消化試合数にはばらつきありますが、34節こんなゲームがありますよというのを、紹介していきたいと思いますが、まあこのまあその昇格権っていうところ、自動昇格権もそうですけど、このプレーオフ権をめぐる争いもかなり激化しております、J2 の第34節と、いうことになります。9月の9日土曜日、9月の10日日曜日に分かれてのゲームということになりますが、まずは、9月9日のゲームから見ていきたいと思いますが、まずは水戸ホーリーホークと制限金沢のゲームということになります。水戸は15位、そして金沢は21位ということになりますが、水戸の方は前節、まあ引き分けが6試合続いておりますが、そこから7戦ぶりの勝利と、いうことになりました。水戸ホーリーホークホームに帰って、この流れをうまく続けていきたいということになります。まあ、相変わらず中盤武田選手いいですし、小原選手もいいというところに加えまして、前節は宇野木選手が2ゴールというところで、この辺りの中盤の選手の活躍というのは見逃せないなというところですけども、金沢の方は前節京都から加入の、木村選手が前線でスタメンということになりますが、この前線のパワー、ここでうまく注入してチャンスを作っていきたいということになります。まあ、金沢も結構プレッシャーをどんどんかけていくということになりますので、結構激しいゲームになるのかなという感じがいたしております。さあ前節いい勝ち方をいたしました東京ヴェルディですが、ホームに帰ってというところで山口との対戦ということになります。本当にヴェルディ前節いい勝ち方だったんですけども、今シーズンはホームでなかなか勝てないというところで、前節のいい流れをこのホームでつなげていきたい東京ヴェルディということになります。前節非常にこの支配率というか、もうゲームを完全に支配するような戦い方をしてたかなという、そんな印象の東京ヴェルディ、特にあの中盤森田選手は本当にいい活躍を見せたかなという感じがするんですが、山口の方も、まあ、どういうメンバー構成になるか分かりませんが、前節見てても、佐藤健介選手、そして矢島選手、池上ジョージ選手、この辺りやっぱ技術力あるなというところで、このゲームでは中盤の、攻防というのは非常に大事になっていくのかなと。ただどちらもボールを結構つなげるチームでありますので、そのボールどちらがボールを握るのかみたいなところも見ていきたいかなと思っております。山口の方はディフェンスライン、生駒選手が出場停止ということになっておりますが、さあどんなゲームになっていくでしょうか。さあ1位 FC 町田ゼルビアですが、13位栃木 SC を迎えてのゲームということになります。栃木 SC の方は、ここ最近4戦負けがないという状況なんですけども、さあ FC 町田ゼルビアですが、このゲームでは平川選手、そして藤尾選手が U22 の活動に、呼ばれて招集されているということで、バーレーンに行くそうですけども、その招集されておりますので、このゲームには、出場できないということになりますし、ミッチェル・デューク選手が今度は、オーストラリア代表に選ばれておりまして、アメリカで試合するのかな、アメリカに行ってメキシコとのゲームと、いうことになるそうですね。ミッチェル・デューク選手も不在というところで、今日なんかネット見てますと、アデミウソン選手が、加入するとかしないとかみたいな、なんかすごいっすね。エリキ選手がね、大きな怪我になりましたからというところで、そのあたりもどうなるのか。だからこの栃木 SC の戦い方もそうですけど、この町田のメンバー構成、なんかどういうメンバーが出てくるのかなみたいなところは非常に注目かなという感じがしております。でこれが通算対戦成績なんですけども、町田栃木、町田から見まして1勝6分け6敗ということで、かなり栃木に分があるゲーム、そして前節はイスマイラ選手2ゴールというところですが、さあこの町田、どういう戦いを見せるのか非常に注目になってくるかなと、思っております。さあ10位甲府ですが、6位大分とのゲームということになりますが、この辺りの、プレーオフ圏の、戦いも非常に熾烈になっております。甲府の方は現在6戦勝利がないというところ、大分の方も現在3戦勝利がありませんということになっておりますが、大分が非常にサイドからの攻撃、特にあの左の高畑選手は本当にいいパフォーマンスを見せているかなというところで、そこに対して甲府はカウンターを狙うような形になってくると思うんですが、
その高畑選手の対面には、セレッソ大阪から加入しております松田陸選手がいるというところで、このマッチアップは非常に重要になってくるんじゃないかなと、思っておりますが、この甲府大分もかなり注目になってくるのかなと、私は思っております。さあ、そしてこれ今節の注目度ゲームの一つになりますが、3位清水エスパルスと9位モンテディオ山形とのゲームということになります。エスパルスの方は、乾選手が2試合の出場停止明けでここに戻ってきますが、カルリーニョスジュニオ選手がこのゲームでは出場停止ということになっております。山形の方は、山田拓実選手が出場停止ということになりますが、多分これホームゲーム、そして今2試合引き分けが続いております清水エスパルスなので、かなり立ち上がりから相当勢いを持っていくんじゃないかなと、思っております。でかなり気合も入っていると思います。なんと、秋葉監督、丸刈りにしております。気合十分でございますので、相当勢いを持っていくと思うんですが、多分山形はそこは相当こう研究しながら我慢して自分たちのリズムに持っていく術が山形にあります。清水立ち上がりから勢い持っていって、そこでゴールを一つ二つできるのか、山形がうまくそこをかわしながら徐々に徐々に自分たちのペースに持っていって、フルス対戦でもあります後藤祐介選手であったりとかで、前節もそうですけど神戸から加入の泉選手がまたいい活躍を見せたというところで、自分たちのリズムに持っていくのか、そのあたりのペースがどういう形になっていくのかみたいなところも見ていきたいなと思っております。前回対戦は6月の3日第19節山形清水は2対1でモンテディオ山形が勝利しておりますが、さあこのゲームではどうなっていくでしょうか。さあ調子が上がっております3連勝ジェフユナイテッド千葉は14位ブラウブリッツ秋田を迎えてのゲームということになります。秋田はここ6戦勝利がないというところ、千葉は好調で前から圧力でかけてそのまま勢い持って攻撃に持っていくことができますが、その圧力を受ける前に秋田がロングボールで裏返して自分たちのこの走力を生かして縦への攻撃に持っていくのかというところですが、千葉の方はホーム連戦というところで現在3連勝ですが、ここは4連勝を狙いたいゲームになってくると思いますが、こちらも通算対戦成績なんですが、千葉から見て対秋田0勝1分け4敗というところで、千葉はまだリーグ戦、秋田に勝利がないということになりますが、その、流れをもう返してこの千葉が4連勝にするのか、秋田が6戦勝利がないというところで久々に勝利するのかというところ、このゲームもかなりこの結構このピッチでボールが動くんじゃないかなと、思っておりますが、どんなゲームになっていくでしょうかということになります。さあ2位ジュビロ磐田ですが、22位大宮アルディージャを迎えてのゲームということになりますが、ジュビロ磐田の方は、ボランチ上原選手が出場停止、そしてディフェンスラインの、鈴木海斗選手も U22 の活動に招集されているということになります。まあおそらくこう磐田ペースになりそうな、気配がありますが、大宮はそこはしっかりと守りながら前線守備不足選手にいい形でボールを持っていきたいと、いうことになりますし、できれば大宮の方は先制点を与えたくない、我慢しながらチャンスを伺っていくと、いうことになっていくと思いますが、2位3位4位かなり勝ち点ぐっとこう詰まってきておりますので、ジュビロ磐田もしっかりと勝ち点3を狙って、戦うホームゲームということになっていくと思います。さあこちらも3連勝で一気に順位を7位に上げてきました、ファジアーノ岡山ですが、12位仙台とのゲームということになります。まあ、仙台も2連勝があって前節は引き分けでしたが、現在3戦負けがないと、いうことになります。仙台やっぱりこのサイドですね、まあ、4-1-4-1 のような形、まあ形によっては 4-4 に見える形になりますが、まあ、長澤選手がいい形で攻守をつないでサイドの右の松崎選手、左の斉藤学選手にうまくボールを運んでいく、そこからいかに崩していくかというところ、多分岡山はそこをケアしていくと思いますが、そのあたりのサイドの攻防、そして岡山はそこを耐えれば前線チアゴ・アウベス選手が、この力で持っていくことができるというところでは、この岡山がしっかりと我慢していきたい、多分1点勝負というようなギリギリの戦いになっていくんじゃないかなという感じがいたしますが、岡山が4連勝を狙うゲームと
ということになります。さあこれも注目のゲームになりますが、5位、ビファーレン長崎と、8位ザスパ草津群馬のゲームということになります。前節見てても長崎のこの前のこの力はすごいなという感じがするんですが、群馬の方は11戦負けがない、そして、3バックそしてダブルボランチで自分たちの形に持っていく術があるというところ、この群馬が自分たちのペースに持っていくのか、いやいやそうさせずに長崎がこの力でそこをねじ伏せるのかみたいなところは相当注目かなと、思いますが、ファンマデルガド選手はもう今シーズン20ゴールを挙げてます。ただ群馬の3バックの中央の、シロワ選手は非常にここはいいパフォーマンスを見せてますという、このマッチアップは相当面白いんじゃないかな。ファンマ選手多分188センチ、シロワ選手は187センチ、ここはこのマッチアップ相当面白いんじゃないかなと、思っておりますが、このゲーム相当注目だと私は思っております。さあこれが順位が近い者同士の対戦が残り2試合、日曜日のゲームということになりますが、まずは20位ロアッソ熊本が、17位藤枝舞 FC とのゲームということになります。熊本は勝ち点34、藤枝の方は勝ち点37というところで相当重要なゲームになるんですが、ロアッソ熊本は、現在3連敗、その3連敗も含めまして12戦リーグ戦勝利がありませんというところ、そして藤枝の方は4連敗、現在4連敗なんですが、その4連敗も含めて8戦勝利がないというところでは、自分たちのスタイル熊本にもあります、藤枝にもあります、ゲームの中ではそれも出せてますというところですが、そのスタイルからいかに勝利につなげていくのかというところ、これが非常に大事になってくると思います。熊本と藤枝、どちらも本当に勝利が欲しいゲームになってくると思いますが、これは非常に注目の、ゲームということになります。そして16位徳島ヴォルティスと18位いわき FC とのゲームということになりますが、この徳島といわきですが、どちらも勝ち点37と同じ勝ち点でのゲームということになります。いわきのこの縦への攻撃、非常にいい形の攻撃、もうあとは決めるだけみたいなシーンが本当に多いんですけど、ただ、徳島の方はここ最近5戦負けがありません、そしてここ最近3戦は失点しておりませんというところで、いわきがなんとか攻めてゴールまで結びつけられるか、いやいや徳島が自分たちの戦いにうまく落ち着いて持っていって自分たちのペースまで持ち込むのかというところ、これもギリギリの戦いになるんじゃないかなと思っておりますが、この日曜日のゲームは順位が近い、もう残留争いの中で、勝ち点1勝ち点3をどのチームがプラスできるかという非常に大事なゲームになるという、熊本と藤枝、徳島といわき、これも注目していただきたいと思いますというところで、34節もかなり面白いゲーム目白押しというところで、ぜひ、お楽しみいただきたいと思いますということで、平畑フットボールクラブこの時間は以上でございます。失礼いたします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。